はい、どうも、こんにちは。沖縄パパです。はい、みけたーん。あーあ、こっち向いてくれましたね。可愛いですね、見てたね。はい、おやつをね、えー、ぬこさんたち食べてね。今日はね、えー、モンプチのね、プチリクスさんでございました。はい、マグロをあげました。はい。 まあ、マグロの水煮なんですけどね。人間も食べられます。はい、美味しいです。はい。えー、醤油かけて食べると美味しいです。はい。何を言ってるんだかっていう感じですけど。はい。えー、皆さんね、どうも、こんにちは。えっ、ー、とですね、えー、たまちゃんの暇つぶしさんがあ、まあ、今日から24日まで開催されます。あの、ブリックスの会議のことについて、挙げてくれてました。はい。えー、ちょっと調べたんですけど、私ね。 はい。えー、これから、日本円とか米ドルとかがカミックスになる可能性があるんで、えー、まあ、貯金ですね。まあ、今んところないんですけど、貯金が。はい。えー、まあ、とりあえずちょっとギリギリなんで、今ね、えー、貯金、もしするんだったら、ブリックス通貨建てってできるのかなって思って調べたら、 まあ、投資信託はあ楽天さんで、えー、見つけることができましたけど、ちょっと違いますよね。はい。えー、他はとりあえず扱ってないみたいです。はい。えー、今日からですね、今日から。あ、でも、まあ、あの、1日時差があるんで、20、明日、明日になりますね、日本の日付だと。 はい、えーブリックスの会議が開かれ、そこで通貨が発表されるということです。はい、これが、あ多分ね、ベイドルの終焉の終わりの始まりということになるんですけど、まちょっとでもいいんで、微量でもいいんでね、えー、これ、もしできたらね、ブリックス通貨で、えー、貯金ってできないもんかなーって思ったんですけどね、 えー、無理なんでしょうかね。えー、とりあえず扱ってるところは今の時点ではありませんでした。まあ発表前っていうこともありますからね。はい。えー、いろいろ考えないといけなくなってきましたよね。まあ今こんとこ本当貯金できない状態なんで、えー、まあね、えー、いろいろ、ね、備蓄とか買ったりしちゃってるんでね。えー、まあ、どの程度までこの、 K の財が持つか分かんないんで、えー、その外貨建てで貯金するっていうことを考えないといけないかもしれません。私その場合は、もうブリックス通貨しかないかなと思ってます。はい。まあね、イフルとか、アメちゃんのドルとかね、日本の円とかで貯金してもね、えー、分かってるんで、もう結末が。 だとしたらもうブリックス通貨で預金するしかないかなって思ってます。はい。でもとりあえず今のところはあ全部調べたんですけど、まあ検索したんですけどね、ブリックス通貨外貨預金っていうのはまだありませんね。取り扱っているところが。まあそうでしょうね。なんて言っても日本とね、反対ですからね。えー、日本とかアメちゃんと反対の国々ですから、 ああ、ないかもしれませんよね。微妙ですね。これ、本当に。もう資産を守るすべもないのかと。はい。資産と言っても資産がないんですけどね。はい、えー。日本人には残されていないのかということで。はい。えー、日本人もね、あの、ブリックスの通貨でね、えー、まあ、 取引するところが多分出てくるんじゃないかと思いますけど、これ多分ね、大手の企業とかそういうところに限られるんでしょうね。はい。まあ、いろいろと頭を使って、えー、生活していかないといけないかなと思ってます。 はい。もしね、外貨預金で、ブリックス通貨でね、外貨預金できたら、それが一番なんじゃないかと思います、私。はい。えー、そう思うようになってきました。はい。えー、でね、今んとこほんと検索したらまだないんで。<laughs> かわいいですね。で、見てた、えー。なのでね。 えー、ちょっともうちょっとしてからじゃないと、やっぱ出てこないのかな、使うところわかんないんですけどね、ここら辺。まあ、とりあえず、ちょっとい,いろいろと考えないといけないような状態になってきてるかもしれません。はい。えー、まあね、頭が痛い問題ですよね。はい。えー、そういうことでございます。はい。えー、皆さんね、えー、まあ、今日からあ始まりますから、はい。ブリックス会議が。 はい。24日。はい。まで。えー、なので、このどこかの時点でね、通貨の発表がありますね。それが始まりです。はい。エンドの始まりでございます。はい。そういうことです。えー、皆さんね、いろいろと頭使いましょうね。使ってね、いろいろお頑張りましょう。えー、果たしてブリックス通貨での貯金はできるのか、預金はできるのかということですね。 はいえー、まあ無理ない気がするんですけどねはいそんなことをしたらね、えー、叩かれるような気がしますねあちらさん側からねはいまあそういうことでございますとりあえずこの記事ね、えー、貼っておきますんで、えー、皆さんね、えー、どうぞお読みになってくださいよろしくお願いいたしますそれでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでしたあい見てた見てたかわいいですね はいお手って拡大でーし。でー